ソシオも、はい、MBTI も、うん、カーシーも、うん、みんなユングなんですよ、うん、元は。もうここが喧嘩したらね、はい、うん、言うじゃないですか、うん、あの宗教論争釈迦の恥って、はい、そこなんですよ、ユングの恥なんですよ。うん、だとすると、まあ、ユングさんに聞いてみようと、うん、いうところで、まあ、今日もこちらですね、うん、C.A. マイヤーさん、うん、河合駿さん監修のユング心理学概説個性化の過程4、はい、を元にですね、うん、内向外向、やっぱり僕今日この自転車で来ながら、はい、あ、ちょっと考えるのが苦手だっていう話はしたんですけど、はい、内向かなっていうのをちょっと思ってるんですね、うんうんうん、内向かもしれないって。自分のことは考えてる。でもみんな考えてますよね。みんな考えてますよ。外向の人もそれは考えますよね。何か考えてますよね、うん、その考えてる内容によって、うん、外向内向っていうことなんですかね。まあそんな感じですかね。思考と感情はそんな感じでしたよね。っていうのをちょっと見ていきましょうと、はい、2つの態度っていうのがあるんですけど、うん、人間は大抵決められたこの天から与えられた才能による好みを持ち、大いにそれを活用しているっていうのがユング類型学の出発点であると、うん、多分この天分っていうのは例えば感情なのか思考なのかっていうところだと思います、うんうん、まあ、感覚なのか直感なのかっていう得意なやつを好んで使うよというのがユングの出発点、うん、で第二の出発点は、うん、それにふさわしい機能がいろんな方向で一般的な座標軸に組み入れられているという観察であったと。これにはすでに、アプリよりな2つの異なった可能性があると。アプリよりっていうのはこの、うん、数式みたいにですね、うん、まあ、前からあるものですね、うん、前からあるのを外向内向とかは、うん、まあ、分かってから使うのか、うん、分かってるとそれが使えるようになるっていう話なんですけど、うん、分かってないとなんとなく使ってるのかもしれないですね。使ってるんじゃないですか。アプリよりですもんね、うん、そのユングの前はユングの前も外向的な人と内向的な人がいたと思うんですよ。確かに。だとまあどちらかを使っていると、はい、うん、それは主に自分にか、うん、あるいは主に、世界に、うん、世界にか、うん、すなわち内界か外界に関わると、うんうん、主機能の興味が、うん、要はご自身が思考なのか、うん、感情なのか、うん、直感なのか感覚なのかの方向のどちらに流れるかに応じて、主に自分に、内界に流れる人は内向的、うん、外側外界、世界に流れる人は外向的態度、うん、としたと。内向的な人にとって、うん、座標軸は主体であり、うんうん、その内的世界、うん、つまり無意識の側との関係であると、うん、それに対して外向的な人にとっての座標軸は客体外界世界との関わりであると、うんうんうん、これだけを読むと、うんうん、内向なのかなって、うん、そんな感じですよね。しっくりは来ないですよ。自分がどう思うかですよね、うん、そう、うん、ここで言ってるのは、はい、内向の人は自分がどう思うか、どう感じるか、どう考えるかみたいな、はい、で外向の人は世界で自分がどうあるか、座標軸が客体であり、うん、主体の世界との関わり方、うん、だからその世界で自分がどう活動していくかみたいな話ですよね。あ、そう言って言われるとそう訳されると、うん、急になんか ふわふわって、うん、こしょうばゆい感じになります、うん、だから自分がどう思うかはもうほとんど関係ない、はい、まあ、関係ないって言っても補助機能に内向が来たりするんで関係はあるんでしょうけど、で、うん、こちらの本で内向的外向的って書かれた、うん、分けてこんな人ですよって分けて書かれたものがありますのがこちらですと、うんうんうん、ちょっと内向的から読みますね。内向的な人は、1番からまあ13番まで両方あるんですけど、うんうん、外的影響の拒否、うん、心配症、
慎重な、うん、冷たい、不愛想、うん、批判的、悲観的、根気強い、無感動な、うぬぼれ、ケチ、固い身振り、交際嫌い、個人主義、うん、で、外交的な人は、歓迎、信頼しやすい、うん、温かい、友好的な、熱狂的、楽観的、飛躍的、衝動的、渾身的、浪費的、うん、軽快な身振り、交際好き、集団主義とあります、うん、これだけをパッと見ると、はい、うん、まあ、多分ね、皆さんがどっちにもこの時は、うん、はい、まあ、この内向的外向的を継いだとすると、うんうんうん、あの多いから内向、少ないから外交って書いてるわけじゃないんですけど、うんうん、多少どっちが多いとかあります？どっちが多いかな、パッと見どっちも当てはまる感じがあるんですよね。あ、それは例えば一番でも両方ある感じ、うん、両方ある感じです。時と場合によってみたい、そういう感じですね。信頼しやすい、慎重、この辺は信頼しやすいかなと思ったりとか。僕多分2なんですよ、うん、で、ない、冷たい温かいで言うと、うん、隊長なんて言われます？僕は冷たいとは言われないですけどね。僕付き合うと冷たいって言われます。僕はあんまり言われないです。温かい、温かいとも言われないですけどなるほど。不愛想か、はい、友好的な、うん、僕はどっちですかね。友好的にしてるつもりですけどねなるほど、はい、どうでしょうね、はい、僕多分これはね、うん、あのフレンドリーだと思うんです。はい、そのどこからの境目がって話ですよ。あ、そっか、うん、自分ではフレンドリーなんですか、ね、フレンドリーですもん、はい、なるほど。僕の主観では僕は別になんか不愛想にしてるつもりはない。人が来たらニコニコはする。不愛想な人って、うん、俺は不愛想に してるっていう認識はあるんですかね。そこですよね。不愛想でも俺は結構ニコニコしてるよって思ってる可能性はある。なんかよく来てくださる方が、はい、怒ってるって聞かれるみたいな。はい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 、いや全然怒ってないんですけどっていうと、僕多分スマイルベースなんですよね。僕もスマイルベースで悪いこと言うから。ああそうか、分かんないですねこれ。だから多分こう嫌味っぽくなるんじゃないですか。はい、あ、そうですね、うん、批判的なことを笑顔ベースで言う。ああ、別に嫌味を言ってるつもりはないけどみたいな。そうか、でもそれが思考の人ですもんね。はい、あ、思考は考える人っていう意味で。で、例えばあとはまあ根気強いとか、うん、僕若干これだとやっぱりね、内向的なやつの方が多いは多いんですね、うん、そう、僕もこれでいくと外向が結構信頼しやすいとか、はい、そうですよね、うんうん、楽観的とか、楽観的とか、うん、ただまあやっぱ隊長がおっしゃる通り、はい、まあ、場合によるみたいな。場合によるはある、ありますよね、人によったりとか、はい、うん、っていうのがまあこの本に出てきて、はい、まあ、ここでこれらの特徴が個人にとってどんな意味を持っているのかを明らかにしたいと、うん、その際この言葉の意味が、うん、ほとんどの場合当人自身には全く意識されていないことを十分に考慮しないといけないと、うんうん、まずある外的な現象が、うん、内向的態度の場合、うん、当人にどんな意味を持つのかを考えると。あ、彼の外に向かって現れる特徴、うんうん、は1から4番と11と12番っていうのが、外に向かって現れる特徴、うん、で実際にはその高い感受性に着せられることは容易に見通せると、うん、彼っていうのは内向的な人ですね、うん、はちょうど薄い皮の持ち主であり、うん、そのため押し寄せてくる印象が深く入り込んで彼には大きすぎる影響を与えるのであると、うん、それで特徴1から4、11から12によってそれらから身を守ろうと努めると、うん、これはその自己保存、自分を守ることに役立つと、うん、内向的なんですよ、はい、これだけ読むと、うん、で心理学者、はい、オットー・グロースっていう人がいます、うん、ちなみにオットー・グロースさんというのをチャット GPT に聞きました、うん、したところオットー・グロースという、のは
心理学者であり脳機能にも深い関心を持った人ですと、うん、オットー・グロースが、唱えたものは脳は2つの機能があるよと、はい、うん、一次機能二次機能があると、うん、一次機能っていうのは身体的な生命活動に直接関わる機能であり、うん、自律神経系や脊髄反射などがこれに値すると。これらの機能は、生命維持に必要不可欠なため脳幹や脊髄といった部位に制御されています、うん、一方二次機能っていうのが、うん、思考意思決定、うん、感情行動の制御などの機能で、うん、これらは大脳皮質と呼ばれる高次脳部位、うん、脳の部位によって制御されている、うん、でこの二次的機能は生命活動とは直接関係がないので、うん、一次機能に比べて、うん、複雑にできていて反応が遅い、うんうんうん、とされています、うん、でオットー・グロースは人間の行動を分析する上で大脳皮質の二次機能が重要だよって言ってる人がオットー・グロース、うんうんうん、はい、でこの本にもオットー・グロースが出てきて、うん、オットー・グロースはこう言ったと。この状態にぴったりなモデルが、うん、この状態というのはこの内向的な人が、うん、薄い皮の持ち主でいろんなものが深く入り込んできてそれを大きすぎる影響を与えるので、うん、ここに書いてある1から4と11から12によって自分を守ろうとする、うん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 、っていうこのモデルは、うん、彼はこのオットー・グロースは大脳の二次的機能について述べたよと、うん、刺激の受容は一次的機能ということができると、うん、外からの刺激は脊髄とか、うんうん、そういう生命の危機的なもの、うんうん、で一次的機能で、うん、二次的機能の消滅後は、うん、初めて細胞は新しい刺激を受容することができると、うん、なので二次的機能が働いている間は新しく現れた刺激は全く知覚されないと、でグロースは生まれつき二次的機能の働く時間の長い人がいると仮定したと、うん、それによってユングの意味で内向的と呼ばれるタイプが適切に描き出され具体的に理解されるだろうと、はい、なんとなく伝わったのは、うん、脊髄反射で来たものを、うん、この二次的機能で長く、うんうん、ぐるぐるする人、うん、ということかなと。二次的機能が長く動く人を言う内向的、うん、分かりやすかったですか。まあはい大丈夫です。で同じ理由から、うん、内向的な人は、うん、適当なチャンスを見逃し、うん、後で気づく傾向があると、後で気づくことに悩む傾向があると、うん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 、このことと態度類型の執念深さとはさらに関係が深いと、うん、執念深さ、後で気づく、うん、悩む、それに対する執念深さ、うん、同様の理由からこの内向的タイプは、うん、自分自身の情動を恐れ、うん、情動というのは情報の情に動くっていう字ですね、うんうんうん、を恐れそのことについて外交的な人を、うん、羨み嫌っている、うん、なぜならそれらの人たち、うん、外交的な人たちは、うん、その点でずっと気楽に見えるからであると、うんうんうん、こうして内交的な人は密かに外交的な人への憧れを育む、うん、彼はまた一種の緩慢さ、ゆっくりとしている、はい、要は自身の一種の緩慢さ、うん、まあ、ゆっくりというかこの二次的機能がゆっくり作用する、うん、ことなんですかね、まあ、すぐに分からないってことですよね、はい、きっと、あ、かもしれない、うん、で書いてあるのが、うん、一種の緩慢さによって独自の見解を形成するのに優れていると、うんうん、そしてまさしくそうしようとする、うんうん、独自の見解を形成してそうしようとする強い欲求の持ち主なのであると、うんうんうん、で僕はね、うん、これを読むと、うん、なんていうんだろう、僕がいつも内向的な人に対して思うことなんですね、うん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 、羨ましく思ってんでしょって、
急に僕は内向だって思いながら、うん、この部分だけ、うん、なんか外向的な気分になってるんですよ。あのというとっていうと、はい、やっぱり内向的じゃないのかなっていうのもあって、うんうん、遅いって話ですか。違う、あのね、得してると思ってる。明るく見えることに対して、うん、僕は得してる。で、あ、自分のことを得してる。得してる、うんうん、で内向的な人は、うん、そういうところを羨ましいって思ってるんだろうなっていうのを感じている、うんうんうん、そういう説明ですよね。そういう説明、はい、で僕は内向的だとも思いながら、うん、この部分に関しては、うん、やっぱり外向的かってなってる自分がいます、うん、だからあの羨んで憎んでるでしたっけって書いてあります、ね、はい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 、だから羨ましいなっていうのとなんかこう鬱陶しいなみたいなのが同時にある。ある、うん、でそれについては僕はどっちかっていうと外交的な立場であったりするんですけど、うん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 、恨み妬みはやっぱりあるんですねでもこれはなんていうんだろう、外交内交よりも成功してる人に対してなので、成功してない外交的な人、はい、まあ要は外交的な人に対して、はい、うまくやりやがってがあるんじゃないですか。あると思います、うん、で僕それはないんですよ、うんうん、要はこう人付き合いでうまくやってるって話ですよね、外交タイプの人は。そう見えてるんだと思ってます、うんうん、だから、はい、羨ましいな、ああいう自分もああいう風にできたらなって思いつつチンみたいなのがあるんですよねって思ってるんですけど、うんうん、いかがでしょうか、ご機嫌よう、ま、多分そういう説明ですよね、はい、はい